こんにちは、ドクターネックスです。さあ、イベントクエストいきましょう。決戦バイザードカウンターアタック。こんにちは。かつて後手13体に属した死神としてでなく、一語の味方として彼らはカラクラ決戦に馳せ参じる。カラクラ朝決戦に馳せ参じる。エスパーダの強大な力に苦戦を強いられる後手13体。そこへヒラコを率いるワイザードが姿を現し、共にエスパーダを迎え撃つ。行くぞ。無駄だ。この感じだと3話で終了。無駄だ。何が言える。無駄だ。逃がしはしない。だ。滑稽に響くな。理解できたか。2話。ハリベルと対峙する日和とリサ。しかし口喧嘩を始める室ヶ谷と日和に呆れたリサは短期で駆け出す。行くぞ。無駄だ。何が言える。ここは3ステージのはず。逃がしはしないよ。無駄だ。何が言える。ボス。
理解できたか。いさま。100年の因縁に決着をつけるべく、ついに平子はアイゼンの前に立つ。行くぞ。無駄だ。逃がしはしないよ。無駄だ。無駄だ。無駄だ。逃がしはしないよ。よし。理解できたか。さあ、これでエクストラ、はい、エクストラ1、2、3やっていきましょう。行くぞ。無駄だ。何が言える。無駄だ。明るいだけで楽なんだよね。無駄だ。逃がしはしないよ。何が見える。無駄だ。あー、遠くない。逃がしはしないよ。無駄だ。逃がしはしないよ。無駄だ。理解できたかな。バイザードガチャが来るってことは、もうこれで全員同じ系統でリメイクできますからね。さらに、行くぞ。どうだ、クイーンシーキラーってことか。あー、リサか。逃がしはしないよ。無駄だ。逃がしはしないよ。
理解できたかな。クソさん。行くぞ。無駄だ。さんもこんな感じになる。無駄だ。逃がしはしないよ。無駄だ。無駄だ。逃がしはしないよ。何が見える。無駄だ。こっちだ。逃がしはしないよ。無駄だ。理解できたかな。じゃあここで一回挟んでラスト、4、5球いきましょうか。はい、エクストラ4、5球相手が地なんで行くぞ。多少殲滅しやすい。逃がしはしないよ。無駄だ。相手がスーパーアーマーなんで本当死ぬと死にますから。どんなにしたいって。なので相手をサクッと倒せる火力があると無駄だ。逃がしはしないよ。無駄だ。何が見える。無駄だ。逃がしはしないよ。やべ、うん、無駄だ。何が見える。危ねえ危ねえ。どうします。理解できたかな。ショックはね、一回クリアすればいいだけなんだね。はい、ここまでですね。今回は新しいラブが手に入ります。このキャラこんな感じで地属性のラブ、ぜひゲットして霊玉35を回収しておきましょう。抽選報酬とかは、抽選報酬じゃない、ポイント達成報酬はいつも通り300万ポイントが上限の、それ以降は、ブレストロガチャチケットです。なんさ俺300万円ポイントで300万円ポイントで神髄の巻物が手に入って、それ以降はプレストロガチャチケットです。今回はここまでです。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。